アミアン。アミアン。アミアンは、フランスの北部に位置するコミューン。ソンム県の県庁所在地である。2008年度の統計において、人口約13万5千人のアミアンは、フランス国内都市中、第28位だった。都市圏人口は27万4700人で、国内第32位だった。アミアンは、運が、北の小さなベネツィアと称される。 水上庭園、そしてアミアン大聖堂で有名である。コミューン内はソンム川で二分される。川は、そうじて穏やかであるが、時には数週間も続く洪水を引き起こす。最近起こった洪水は2001年である。アミアン南東郊外、カモンとロンギュモー近くでは、支流のアブル川が合流する。アミアン大聖堂のおひざもと、運河が巡らされた一帯は、 1990年代に修復された美しい地区である。さらに北の丘の麓まで、ソンムーンガが伸び、そこには17世紀の軍事技師ジャンエラールが下出る、ンんだ、サンイコール、ピエール要塞が建設されていた。歴史的には、川の飯、職人、肉屋、染色職人といった、アミアンの仮想階級が暮らしていた。1960年代以降、 ピカルディ大学の理学部が機械あるごとに拡張された。法学部と経済学部も、市南部にあるキャンパスから、新たな場所へ移ってきた。第二次世界大戦以降、骨折した状態であった光景から打って変わって、平面駐車場ができている。しかしそれは大聖堂の眺めを妨げていない。大部分の建物は、学生用住宅に修繕されている。この地区は、アミアン市民が、 夜の交際を楽しむ場所で、レストランやバー、ベルフ等がある。理学部と法経済学部の間には、サンイコールルー教会がある。また2箇所の劇場がある。シタデルの西、マドレーヌ墓地の東に位置する。このアミアンの古い地区は、18世紀に産業の中心であり、2006年時点で再開発された住宅地となっている。村部ン河と接しており、 ボートが接岸されている。この地区はかつて、アミアンの線量製造中心地だった。現在アミアン芸術デザイン高等専門学校、大学の芸術学部がある。近くには、グランゼコールの電子電気、工学技術高等学院アミアン校モア。シュタデルにある大学の文学部は、レンゾピアノの手によって改修が進められている。 町を取り巻く城壁が19世紀に解体された後、アンリビル地区が誕生した。レンガ造りが大半のブルジョワ階級の新古典主義建築やネオゴシック様式が混在する邸宅が立ち並ぶ。フランスの大都市がそうであるように、アミアにも低所得者向けの集合住宅群がある。北部郊外の住宅群は、1994年、1999年、 2000年と暴動の舞台となり、最近では2006年から2008年に発生した。これらの地区において、広範囲に再開発計画が近年行われ、老朽化した住宅群が壊されて新たな公共施設、特に学校が建てられている。2009年には、アミアンの公共交通ネットワークが大幅に変更された。サンタシュルには、 戦死時代から人が定住していた。旧石器時代前期に見つかった石器をアシュレンと呼ぶのはサンタシュルにちなむ。この地区には水上庭園、サンタシュル教会、第一次世界大戦時の軍人墓地、かつての市販学校が含まれる。地区の一部には純粋な英国式の住宅が見られ、イギリス地区カルティエ・アングレイとも呼ばれる。アミアンの名は、かつてこの地にいた。 ガリア系部族、アムビアニ族に由来する。4世紀以降、ガロイコール、ローマ時代の名称サマロブリバ、サマリブライバから変えられた。2006年、住宅建設現場、かつて、ソンム川とそのシリュ流セル川が流れていた場所から、中石器時代の遺構が発見された。六十七年、ローマ皇帝ウアレンティニアヌス一世は、海上防衛システムを構築するためアミアンに、 赴むいた。5世紀、クロディオン王、率いるフランク族がアミアンに到着した。サリア・フランク族のメロベが仲間の戦士たちから王に選ばれ、彼の盾が彼の権力の証とされた。859年、バイキングがアミアンを襲撃した。882年の襲撃ではバイキングが町を制圧している。195年からアミアンは、 地方自治体の組織の定裁を持っていた。1113年にアミアン司教の同意を受けて自治体となり、その後フランス王がこれを追認した。地方の他都市、ボーベ、カンブレー、ラン、ノワイヨン、サンイコールカンタンが自由な自治体へ移行した。1115年のヤシの日曜日に、ルイ6世はアミアンにおり、自治体の組織を認めないクシー及び、アミアン領主アンゲラン一世と対抗する。 ジョフロは司教と住民を支持した。1185年にアミアンは再び王領に統合され、1435年のアラスの和訳によってブルゴーニュ公国に与えられた。1477年、ルイ11世がアミアンを獲得した。1218年、落雷で司教座の公文書庫が破壊された上、バイキング襲来で破壊された後に再建された大聖堂も壊れた。 1264年、イ休世は、ヘンリー3世と彼の進化たちとの間で起きた、バロン戦争の駐在を行っている。愛から作られる、植物性染料ブリューダミアン、ブルーディー・アミアンは12世紀から13世紀の染料商人の幸運を呼んだ。染料の売り上げから生まれた富は、大聖堂再建事業への資金提供に役立てられた。1477年、 ブルゴーニュ公、シャルルゴータン公が死ぬと、ソンの町は王国へ帰した。ルイ十一世は、特許上で、アミアンでの年2回の死を承認した。これは強力なアントワープやブリュージュの死と競って、王国の為替漏れが増加しないようにするためだった。1597年3月、スペイン軍が奇襲攻撃をかけた。農民に姿をやつした、フエンテス公の兵士たちは、 クルミやリンゴを持って、鳥出の門のところにやってきた。飢えていたアミアン住民は門を開け、スペイン軍が入城し都市を制圧した。六ヶ月間の包囲戦の後、アンリ四世がアミアンを奪還し、自治体としての自治は終わった。18世紀から19世紀のアミアンは、ベルベット織物の有名なベルール、ダミアン、ベロアディ・アミアンを含む織物業で有名だった。 コスラ家は、その後アミアン繊維産業最大の家柄の一つとなった。1802年3月15日、フッツは、第二次大仏大同盟に終止符を打つ平和条約に、アミアンで署名した、アミアンの和訳。19世紀のアミアンは、産業が発展した。町は近代化され拡大した。市内中心部を取り囲む城壁は広い大通りを、作るため解体された。 アミアン病院の小区画、遠いサントノレやサンタシュルといった郊外地区はアンリビルという新しい地区となった。レピュブリック通りが作られ、私立図書館やピカルディ美術館、県庁が立ち並び、権力と地勢を表す場所となった。アミアンを通過する最初の鉄道路線は1848年に建設された。それはブローニュイコールシュルイコールメールとアミアンを結ぶものだった。 城壁に隣接する古い時代の堀は、鉄道建設の資材として、道路敷設に用いられた。1849年、フランスタ都市と同様に、男性有権者が初めて普通選挙で投票した。1866年にアミアンは、これら流行に見舞われた。1870年の夫婦戦争中、孫ム県は、プロイ戦軍に占領され、 数日間の戦いに要塞を与え、後にアミアンも征服された。1906年、全国労働者連合が歴史的な会議を開き、アミアン憲章を採択した。アミアンは二度の世界大戦で傷を負っている。1914年から1918年までは前線に接した町であった。1914年9月に短期間ではあるものの、ドイツに占領されている。 参戦後人口は9万3000人となり、戦時中は連合国軍が駐留したため人口は11万人となった。住民と産業界が深刻な混乱に苦しみ、1917年から1925年までストライキが頻発した。定期的な爆撃に見舞われ、1915年にコミューンは大聖堂のような歴史的建造物の保護政策を実施した。 1918年3月下旬、激しい爆撃で、アミアン駅、新しいギャラリー、穀物取引所が破壊され、住民が避難する結果となった。1918年3月、ドイツ軍は、カナダの騎兵手段を押しとどめるため、マイケル作戦を開始した。イギリス海外派遣軍の司令官、ダグラス・ヘイグは、攻撃はアミアンの戦いになると指示した。攻撃は、 パリ・アミアン間の鉄道路線を開放すべく計画されていた。第一次世界大戦後、7000棟の住宅が全壊し、3000棟が損傷し、加えて略奪にあっていた。町の再建事業にはルイ・デュトワが雇われた。1925年から事業が開始され、明らかにこの時代の建物のファサードはアールデコの特徴を示している。 1918年の爆撃で被害を受けた中心部の再建事業が完了しないまま町は再び第二次世界大戦の放火に見舞われることとなった1940年のアミアンの戦いである5月20日ドイツ国防軍第一高架装甲次団がアミアンを占領した中産階級のクラスアンディビル地区絵のように美しい庶民がクラスサンイコールル地区 いずれも現在再建、そして大聖堂は被害を免れた。1942年、第一次再建計画が、ドイツ人将校と都市計画家、ピエール・デュフォーによって着手された。1944年、ジェリコー作戦において、イギリス空軍爆撃機がアミアン刑務所を爆撃した。1942年より、ピエール・デュフォーの再建事業が始まった。 それは通りを拡張することで渋滞を緩和させることにあった。ガンベタ広場は建築家のアレクサンドル・クルトワガビカを行い、駅前広場はオーギュスト・ペレが設計した。ペレは有名な塔も設計している。流報は、市の広場、大聖堂前広場に順番に焦点を当てていった。1960年代後半、変革の風がフランスと世界に向けて吹き、アミアンにも影響した。 1967年10月21日、ベトナム戦争に反対するデモが組織された。1968年3月、メゾン・ド・キュル・ィュールにて、文部大臣アラン・ペレフィットのシンポジウムが開かれ、アミアンの学生たちは、同年5月6日と7日のパリ行進に、加わらなかった。続いて労働者たちの抗議運動が始まった。パリの夜間の抗議運動に匹敵せずとも、 アミアンの町は急速に麻痺した。家庭用ゴミの収集が行われないため通りには悪臭が立ち込めた。右翼も爆弾事件を起こした。1970年代以降、コミューンはサンイコールルー地区の住宅を徐々に購入していった。そして1980年代には住宅は改修された。そして1990年代から北部地区が再開発の対象となるま、 ピカルディ大学の学部が大聖堂近くに移ってきた。2006年から駅周辺エリアの包括的な再開発が行われている。参照元、1962年までカシニーと、1968年から INSEE。アミアンは歴史的に高祖裁判所があり、第1、第2裁判所が現在もあることから、強力な司法の町である。 アミアンのコース裁判所は、ピカルディの3県を管轄し、大審裁判所の一つとなっている。アミアンには、ピカルディ商工会議所が置かれている。アミアンにおいては、第三次産業が8割近くを占める。有種のカタログを出版するイベールエテリエ、国内有数の自動車販売代理店の一つ、ゲデ、は、アミアンに本社を置く。かつての織物の伝統を残すのは、 ジーンズを製造するリークーパーである。対戦後のアミガン経済はバレオやグッドイヤー、ダンロップといった自動車関連企業に縛られることとなった。1964年にはプロクターギャンブルが潜在製造のため工場を作った。1990年代半ば以降、市はインターネットと電話関連に経済を転換しようとしている。 数多くのコールセンターが主として、市、地域圏、国の支援を受けて開かれた。アミアンの位置は、パリ、リール、ブルッセルからの週末、または短期旅行の目的地として魅力的である。また別の観光客は、ソンム湾に移って観光を楽しむ。アミアン都市圏を走るバスネットワークは、地方公共団体が経営圏の大半を握る。 第3セクターの混合経済会社が運営している。2006年よりバス専用レーンが導入された。2008年よりレンタサイルシステムベイラムが導入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。